豊岡市では特産のキャベツを PR する恒例のキャベツ祭りが開かれました。豊岡市日高町の道の駅ではシャキシャキした歯触りと甘さが特徴の特産の神鍋高原キャベツを PR しようと恒例のキャベツ祭りが開かれました。目玉企画は3分間でどれだけ多くのキャベツを食べられるかを競う丸かじり大会。参加者はスタートの合図とともに1個およそ 1.8 キロのキャベツに一斉にかぶりついていきました。美味しかったです。なかなか飲み込めなくて大変です。とてもみずみずしくて歯ごたえがあるキャベツなので、まあ、ぜひ一度皆さんも食べていただければこの味がわかるかなと思います。男性の部では430グラムを食べた三田市の菊池隼人さんが見事3連覇を達成し、優勝の賞品として特大のキャベツが贈られました。